はい、それでは、孔子廟堂碑新規から5級の12月号の課題ですね。黄色い道王道というのが課題ですね。現在の黄という字と違いまして、上の方が草冠のように横に、分かれてますね。ここは縦横、横縦というふうに書きます。それから道という字の信用がなかなか難しくて、よくあるパターン、よくないパターンですよね。等もちょっと触れながら説明を、書きながら説明を加えていきたいと思います。今お話ししましたように、縦、ちょっと斜めになってますけど、横、縦と書きますね。そして、長い伸びやかな方角ですね。でここの角、天節が丸すぎでもない、硬すぎでもない、微妙なとこですね。で、中の横角は右側の縦角まで行かずに開きますね。そして、線の位置。ですね。道という字はですね、点。次がですね、構成と言いまして、少し外側に膨らむような形にした方がいいと思うんですね。ここはあんまり角割らずに。中の横角が右側の縦角まで行かずに開いてますね。ここですね。そしてですね、信用がなかなか難しいんですけども、まず点を打ちます。次はですね、次開けますね、少し。で、細い線でこう行きます。こう切って、止めて、また止めて、この時にですね、書いてからやりますか。こう打ってですね、ちょっと上に上がり気味にします。そして右下に太くしながら行って、止める位置は、この上の首の横角の下あたりですね。止めます。そしてここから、長めに払います。ゆっくりですね。ちょっと髪がよれて、こう段差できてしまいましたけども。ですね。信用はですね、この点の位置よりも外へ出ないことですね。これが、なんですけども、こうやる人が多いんですよね。これ出ていっちゃうんですね。まず孔子廟堂の碑はそうならずに、むしろ こっちに入ってくるようなイメージで書いてますね。でさっきお話ししましたように、信用の止める位置は字のこの字の一番右側の下あたりで止めますね、大体。そしてこっからの距離が孔子廟堂碑は長いです、そういうところに非常に伸びやかさが出てきますね。それと、伸びやかさと同時にこういう切筆と言いますけども、こうくっつかないんですよね。こういうところを開けて明るさですかね、開放感を出すようにしてますね、そんな点に気をつけて書くといいと思いますね。信用のここはものすごく開いてますね。ついついこう上の方にくっつきす、この距離をくっつきがちにしますけど、ここではかなり空いてますね。そんなところが気をつけるところだと思いますね。